後藤つ夫は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。愛称は、熊さん。熊本県立工業学校在学中の1939年、二類種として、春夏連続で、甲子園に出場。1941年には、主将権保守として、春の選抜に出場し、ベスト4まで勝ち進んだ。卒業後は、 法政大学に進学し、東京六大学リーグでは4番打者として活躍。リーグ通算32試合出場、121打数、30安打、打率、248。大学卒業後の1948年に大阪タイガースへ入団。契約金は12万円で、当時では破格の金額であった。母校、法大の先輩である。 若林忠監督のもと、ルーキーながら二塁手や外野手として全試合に出場。同年に記録した129安打は、新人での球団史上最多安打であった。2年目の1949年からは4年連続で3割を超える打率をマークし、主にダイナマイト打線の3番打者として活躍。守備では、投手と遊撃手以外の7ポジションを経験しており、 藤村文夫の8ポジションに次いで多く、ユーティリティプレイヤーの先駆者的存在であった。本当は中学時代にやっていた保守で生涯を全うしたかったらしいが、夢は叶わなかった。当時36インチのバットを使用しており、藤村が物干しザオと呼ばれた長尺バットを使うまでは、9回1長いバットであった。その後藤でも物干しザオはうまく振り抜けなかった。 温厚な人柄と風貌から熊さんの愛称で親しまれ、3年目の1950年には8打席連続安打で当時の日本記録である連続塁打25を打ち立て、打ち分けは5本塁打、2二塁打、1単打であった。1951年には155安打で同年のシーズン最多安打に輝いた。1952年には中学以来となる。 星転校を打診されたが、くぬぎ、信平の欠場で一塁一種に転向。同年は主に一番を任された。1953年途中に鎖骨を骨折した影響で1954年は出場ゼロに終わり、1955年からは代打での起用が中心となる。右、左、右と三度も鎖骨を折り、三度目は、 腰の骨を移植して手術するという重傷であった。代打としては、監督がピンチヒッター、後藤を告げるが、後藤は大事な時になぜか、いつもベンチに姿がなかった。入団したての本間勝るなどは何度も呼びに行かされ、熊さーん、後藤さんと大声で呼び回っても返事がなく、行き先は決まってトイレであった。探しまくっている方は焦って、冷や汗をかいている中、 当の後藤本人は何食わぬ顔で用を足していた。当時、甲子園球場のトイレは、ベンチから少し離れたところにあって、後藤は、おう、すまん、すまんと別に急ぐ様子はなく、おもむろにベンチへ戻ると、バットをケースから引き抜いて、グラウンドへ向かった。あくまでもマイペースを貫き、何事があろうと、相手に弱みを見せなかった。1957年引退。引退後は、 大阪阪神で一軍打撃コーチ、二軍監督、ヘッドコーチ、監督を歴任。コーチ業の合間を縫って、日本経済新聞評論家と、日本短波放送、プロ野球ナイトゲーム中継ラジオ、関西解説者を務めた。二軍監督時代にはチームを、ウエスタンリーグ優勝に導き、本間を送り出した。ゲームがない日の練習後に外出する、若手選手を見ると、後藤は、 必ず、どこへ行くんやと声をかけ、はい、ちょっと映画でものやりとりをしていると、ほんなら、これで見てこいと小遣いを手渡してくれた。1959年の夏場には、巨人、国鉄、大阪の3チームで、東北、北海道を遠征。山形を皮切りに、札幌、旭川、北見等を点々とし、最後に、もう一度秋田で最終戦を行う日程であった。 後とは、秋田での最終戦を迎えた試合前に、いいかよく聞けよ。今日負けて、このシリーズ負け越すようなことがあったら、お前ら全員坊主にすると一変し、チームのムードは引き締まった。最終戦の先発は、本館で、かなりのプレッシャーを感じて、マウンドに上がったが、結果は関東勝利で胸をなで下ろした。評論家時代は、ゴーストライターを使わずに、 自筆で原稿を書き、1年目の1960年には日本シリーズでミサイル打線の大前有利が大勢を占める中、対応の優勝を予想して見事に的中させた。後藤の評論家1年目は日経新聞が大阪発行の紙面にもスポーツ面を創設した年で、後にスポーツライターに転身する浜田翔八と取材でコンビを組んだ。浜田は当時の上司に、 本人に書いてもらえ、代筆はまかりならぬと言命されたが、ネット裏で苦闘する姿は痛々しく、チェックと称して、時折カンニングの加担をしていた。的中した日本シリーズの予想では、三原、太陽の細かい野球が、パワー頼みの大麻をしのぐと断定し、極論すぎると、当時の東京のスポーツ面では、掲載をためらった。 敵中後の後藤は、ユニークな味方を期待する声に応えようと、論調が飛躍する傾向があった。浜田にとっての後藤は、ぼやきの熊さんの印象が強く、かつてのチームメイトであった藤村には、熊はよくこぼすだろうが、あれは飯を美味しく食うためのウォームアップのようなもの。気にするなと言われた。尊敬する熊本校の先輩、川上哲二に良いアドバイスをもらった話をするときでも、 あの人には、コーヒー一杯ごちそうになったことはないがという、決まり文句が必ずついていた。当主、遊撃を除く、全ポジションと全打順を体験した話をするときは、便利や扱いをぼやいたが、実は、プレイするのが嬉しくて仕方なかった。1969年は、監督不在のまま秋での周期キャンプに入り、11月19日に、梅田の阪神電鉄本社で、 後藤の監督昇格が発表されるが、当の後藤本人は秋にいるという奇妙な会見であった。後藤は自身をつなぎの監督だと自覚しており、吉田義雄、村山実が高知県人となる。村山は著書、炎のエースで、これではまるで村山と吉田と監督レースが始まりますよ、と世間に公表するようなもの、どこか奥の院からの指令なのだろうと記した。 吉田と村山の対立の構図が顕在化したことになったが、村山は春季キャンプで投球に集中できないとコーチを返上したため、二軍コーチの藤村隆夫一軍に引き上げた。母校、放題から田淵光一が入団し、江夏豊がエースとしての道を歩み始め、ウィリー・カークランドを全試合4番に起用した。春先は結果の出ない田淵と辻康彦。 辻吉則と3星をやりくりし、前半は六番、終盤は三番で起用して、新人王を取らせた。前半は主を会長に走るなど見せ場を作って、シーズン2位と好成績を上げたものの、村山の選手兼任監督就任に伴い1年で退任。1978年は、前任の吉田が辞任後の10月28日に、長田陸奥球団代表から要請を受け、 翌29日に暴風と暴警の法要で帰った故郷、熊本で80歳の母、秋に報告した。秋は、あの強い巨人と戦うなんて、今更監督なんて引き受けんでほしいと心配するが、もう大人だしと強く反対はしなかった。11月2日に、梅田の阪神電鉄本社6階の会議室で、監督就任会見が開かれたが、後藤は、ネクタイは、 肩がコルネと苦笑して、ひな壇に座った。前回の監督就任時は、キャンプ地の秋にいたため、後藤にとって、初めての晴れ舞台であった。水面下で、球団は藤村を総監督に据える構想を描き、後藤への要請前に内託を得ていたが、1966年の総監督、藤本貞義、監督、杉下茂という二島政治の失敗を目の当たりに、している後藤は、 それなら引き受けられないと反発した。長田は藤村について、現場には一切口を出さない。私的な相談役と無報酬、非常勤の球団社長付けアドバイザーで落ち着いた。長田の指令を受け、早速、高知人の人選に着手すると、要請に応えた弟子の遠い、渡辺正造、山本哲也ら気心の知れた OB たちが甲子園、球場近くにある。 ご当宅に集結。ほとんどが、球場近くに住んでいたため、なんと自転車で駆けつけた。9年ぶりに、現場復帰したことは、前任の吉田とは、正反対ののんびりムードで、和や明るさを売り物にし、春季キャンプで、記者陣からキャッチフレーズを聞かれると、みんな仲良くぼちぼちとと答え、チームのスローガンを問われた際は、お祭り野球と答えた。開幕後は、 山本和幸の先発希望を受け入れたために変わる、抑えのエースが不在となり、全員リリーフ、全員先発という無計画すぎる、起用方針で、投手陣が崩壊。マイクラインバックと、ハルブリーデンを開幕から故障で書いて戦わなければ、ならなくなり、外人選手依存体質と言われていた、当時の阪神にとって、苦境を強いられることになる。 これにはをかけたように主力が支給で倒れていき、5月10日の太陽戦で、掛布正幸が野村治から、頭部支給を受けて1週間の欠場。4日後の14日の広島戦では田淵が、北別府学部から右手にぶつけられ、さらに16日の中日戦では、佐野則義が左肘に、24日のヤクルト戦では、坂木原義幸が、 相イダテから同じく左肘に子宮を喰らい、退場といった具合であった。この他にも一番打者候補の中村勝弘がアキレス県痛とベストメンバーを組める時がなかった。投手陣の使い方に関しても素人並みで、30日の広島戦では、絶不調の先発、上田次郎を1回4点、2回5点と9失点を追うまで変えずのざらし状態にした。 5割ライン浮上への焦りが焦りを呼んで、投手陣全体が崩壊し、特に、古沢健治は4月2日の開幕2戦目、巨人戦の終盤に 1C13 塁で投げ頃を処理し、あえて本塁に送球せずに、カバーのいない2塁に投げ、安や々すやすと3塁走者に、決勝のホームインをさせた。3日後の5日のヤクルト戦では、時間切れ引き分けまで、あと1分という土壇場で、 大谷明彦にさよなら本塁打を浴び、自軍ベンチを一気に白けさせた。6月13日の巨人戦では、自らの打席で支球を受け出塁したが、自打者、中村のカウント1から2から2等を企てて失敗。無駄にスタミナを消耗したせいか、その裏には、張本勲夫に15本塁打を浴びた。29日のヤクルト戦では、 インプレー中のボールをうっかりグラウンドボーイに渡してしまうという草野球並みの失態を演じた。開幕からの野手陣の故障も相次ぎ、夏頃には阪神の主力選手が八百町疑惑と防衆監視にスクープされるなどの悪循環に陥った。苦悩することを見かねた担当記者が提案したオーダー変更を翌日の試合で取り入れたのは一度や二度ではなく、 41勝80敗9分のワースト勝率339で球団史上初の最下位に沈んだ。1987年に2期目の吉田阪神が球団勝率ワースト記録を塗り替えたとき、スポーツ新聞の電話取材に応じたことは、そうか、残念やな。セリーグを盛り上げるためにも頑張らんとイカの火傷なと古巣の低迷を憂いたが、最後に、 もうこれで、阪神が、負けが込むたびに電話してこなくてもええなと、苦笑した。在任中は藤田が208打席連続無三振、中村が、シーズン守備率、998と、日本記録を残した。同年のシーズン後半には掛布を4番に我慢強く、起用したほか、川藤構造が代打で生き残るきっかけを作った。監督生活は二期ともに一年で終わっているため、 その経緯から、つなぎのご当と言われた。一期目と二期目の監督退任後は、三テレビボックス席解説者を務めた。指導者時代から解説者時代にかけて、お世辞にも綺麗とは言えない自転車に乗って、甲子園に出勤していた。江夏が、監督があんなのに乗っていたら、俺らが恥ずかしいと言うと、自転車で飯食っているわけじゃないと意に返さなかった。妻に先立たれたこともあり。 西宮市内の自宅で一人暮らしをしていた。外食が中心で、週の半分は麻雀に興じていた。2010年8月24日に、阪神広島15回戦の始球式に登場。当日は、オールドユニフォームシリーズの一環として、阪神ナインと同様に、大阪タイガース時代の黒色の復刻ユニフォームを着用して登板した。 始球式後、六十何年ぶりだから懐かしいねと、感慨深げに話し、三テレビで放送された、同試合の中継に、ゲスト解説として、久々に出演した。2014年8月1日にも甲子園90周年、記念として、三テレビで放送された、同試合の中継に、ゲスト解説として出演し、2015年4月7日の、 阪神 DNA1 回戦の試合前に行われた阪神球団創設80周年記念開幕セレモニーで始球式を務めた。これが最後の公での姿となった。2016年5月30日、老衰のため死去。死去翌日に開幕した同年の日本生命セパ交流戦で6月3日に開催の阪神 VS 西武一1回戦は ご当追悼の意を込めて、阪神球団の半旗を掲揚し、阪神ナインは模章をつけてプレーした。ありがとうございます。